強い当たりですがショートがよく止める。一塁送られてスリーアウトになりました。ここはショート初球を打って三塁線はフェア入っている。遠投になって一塁間に合いました。サード胸素晴らしい肩を見せました。二回り目に入ってきます。初球からいってレフトです。追いかけていってファールグラウンドよく取った。いやー島内よく取りました。最後ロングさんボール半分見えかかってましたけれども。ですよね、あれね、フェンスがすごく近いですよ。変化球レフトに上がっていますが下がって島内フェンスいっぱいのところ。追いつきました。スリーアウトです。三塁線はよくサード取りました。ここもサードの胸いいプレーでした。いや素晴らしいグラブですね。高めにいった。これがショートジャンプ今宮キャッチ。もともと打球になりました。リチャードが前に出て一塁間に合うか。一塁アウトです。まあ、かなり打球失速をしていましたリチャード。マウンドはロメロ。ちょっと詰まりながらライトが前に懸命出てきた。ここはいいダッシュ高め。ライトフライです。ワンアウト。少し深めにはいましたがいいダッシュをしてきました高めです。外のままバット追いながら抜けるか。ここはエチェバリアが取るか。二塁はアウトだ。エチェバリアコアインプレイ。変わっていたこのエチェバリア抜けようかというところですがよく取って二塁アウト。いや今このチェンジアップバット捉えながらもリチャードもセンター方向。いかがですかこの守備は。いや右打ちこれはセカンドが追いつく。中村スリーアウトチャンスを広げきれませんでした。非常に記憶に残っています。レフト方向打球ライナーですがこれはキャッチ栗原。ただヒヤッとするボールだったという。当てる。これはセカンドゴロになりましたが足も速いですがさすがに逆方向へ打っていきます。懸命に前に大きいのが出てきてキャッチ。チャンス。足元ショートゴロになりました。一塁はアウトです。うまいバッティングライトヒット。さあセカンドボースサンドボースを蹴ったが止めた。止めました。ランナー飛び出したんだ。そして3本間でタッチはアウトです。まあそういうことですよね、はいはい、岡田玉っていいピッチャーが多いんで、はい、いいピッチャーから打ってるってことですね。そういうことですね。岡田玉リクエストですね。セカンド牽制の微妙なタイミングでリクエストということです。はい、もしかすればっていう、はい、さあここの角度からギリギリシーンは大木さんなんですがこの角度ちょっと別の角度です。ピッチャーでちょっと見えないですね。キャッチアウト。リクエスト認められて岸がアウト。これを打ち取ったセンターフライです。右中間岸が浅いところタッチアップ飛んでいく。ボールはサードを送ったがタッチはどうだ。セーフ。こういって伸びて向こう詰めタッチ。これは足が速いか、はい、っていうところですね。ですよね、はい、ね、タッチはしてますんで、はい、投げれると思います。まあ、真ん中にはあまり行かないですけども、はい、おっとファーストライナー山田は掴んでいます。スリーアウトになりましたので、はい、流れがやっぱり行っちゃう可能性がありますから、はい、さあ初球でサードゴロ。完全バーンが当たる回路と回転してボールセンター、ツーレスのライナー、センターライナー、パーパーフェクトライナー、戻る、戻る、戻る、間に合った、戻ります。そうですね。はい、あバット折れた、ピッチャーゴロ、あっと、そのボールよかった、タイラーが掴んだ、一塁は送球は、それた、そして石井和成は、いや、野村は、二塁へタッチはアウト。これは今、